粗品です。せいやです。うん、もう。さあ、せいやさん、本日は、結婚式の乾杯の挨拶、頼むのは誰だいや、なんですか、なんですか、はい、最近ね、私事ですが、ちょっと式を、はいはいはい、ちょっと迫ってまして、式が、はいろいろ粗品さんもね、経験あると思うんですけど、決めることが多いじゃないですか、うん、ねえ、まあもちろん粗品さんね、長年連れ添った相方なんで、はい、なんか大事なとこを任せるのは考えてるんですけど、いろいろこの乾杯の挨拶だ、うん、主賓の挨拶、余興、司会、終わりの使命とかいろいろあるんですよ、で乾杯をちょっとどうしようかなと思ってて、でこの結構ね、東京から芸人さんとか友達もここも本当呼びたいんですが、いやそこがねもうね、人数がもう限られてて、いや呼んだってほしいけどまあ、うん、ちょっとそこはもうケツも申し訳ないけど呼べない、ケツ呼ばない、ケツも呼ばないほんま呼びたいんですよ、ここも全員とか、そうなってきたらラジオのスタッフとか、もう呼びたいってなってきちゃうから、ちょっと限られた人数、ただ一人は乾杯でもし今日、素晴らしい乾杯の挨拶を一人ずつやってもらってだるちょっと想定で本当の結婚式やと思って乾杯の挨拶してほしい、その優勝者はなんとか一人席を用意しようかなと思っております。もしかしたら乾杯の挨拶もそのまま任すかも、はい、もうほぼほぼそのまま、乾杯オーディションですね。乾杯オーディション、ね、はい、まあでも来たいって言ってたからな。そう、乾杯の挨拶ってほんで難しいんですよね、なんか。あ、そうか、変にね、こうふざけすぎてもグダッとなるし、長くてもそうか、そうか、そう、なんかこう絶妙に難しい項目だと思う。むずいよな、これを下りチューブのこのね、長年やってきた同志なら、いい聖夜の結婚式を盛り上げてくれる乾杯の挨拶、それでは、じゃあ順番行きたい、まあ、やりたいのはやりたいと思うんですけどいやいやいや、じゃあ微妙かも乾杯の挨拶、まあまあ、いや任してもらえるならって感じよな、どっちかというと。乾杯の挨拶やりたいですって言うやつはおらん。なるほどね、じゃあトップバッター西さん、はい、お願いします。じゃあ本番さながらに、はい、もう本当に結婚式やと思ってください。はい、じゃあ司会、それでは皆様、ご歓談中、一度、お話し中すいません、ここで新郎の仕事仲間であらせられる西誠様から乾杯の挨拶を頂戴いたします。西さん、よろしくお願いします。ただいまご紹介に預かりました新郎聖夜さんの、YouTube のスタッフをしております西と申します。先日ながらご指名賜りましたので、乾杯の温度を取らせていただきたいと思います。即興もありがとうございます。聖夜さんと私はですね、4年ほど前から YouTube のスタッフとジャッジの関係でこう仕事をさせていただいておりまして、最初は本当にもう聖夜さんもう大スターの状態であったので、大変僕も緊張しながら現場に行っていたんですけど、こう慣れない僕も毎回声をかけてくださって、とても優しい太陽のような方だなと思っております。その太陽のような明るさと温かさで、これからご家庭を照らし続けて幸せな、ご家庭を築いていただけると願っております。こちらをもちまして乾杯の、ご挨拶を開始させていただきます。それでは乾杯。乾杯。なるほど。お座りください。結構ガチと厳粛な。さあ、それでは続いて仕事仲間であらせられる、白竹時男さんから乾杯の挨拶がございます。西さんはちゃんとしてたよ、よろしくお願いします。感動するな。ご紹介いただきました放送作家の白竹時男と申します。聖夜さんとは、聖夜さんが M1、チャンピオンになるちょっと前ぐらいからご一緒させてもらってて、いつも仕事場で、楽しくどんなにこう
どんな現場でもせいやさんはもう最後まで盛り上げようって、うん、例えばスタッフの捨て際があったりとか、うん、なんかうまくいかないことがあったとしてもこう、ね、なんかどん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 空気悪くなっても全部それは振りだと、いい、ね、それの振りを溜めて溜めて一気にひっくり返して盛り上げるっていう気持ちがある、そういう奇跡の現場を何回も僕は見てきました。俺嬉しいんちゃうというそんなせいやさんの会を今日はみんなで盛り上げたいと思います。それでは乾杯。おお、乾杯。ちょっと何言ってる、ちょっとちょっとうるっときてる。いや、いいですね、いいですね、めっちゃいい、めっちゃいい。佐賀、それでは、仕事仲間、そして、10代の頃からの芸人仲間で争えられる、佐賀はピン芸人さんに乾杯のご挨拶を受けたまわります。よろしくお願いします。します。どうも、ただいまご紹介ありがとうございました。おめでとうございます。です、さすがや。今日は最高の2人が結婚するということで最高の皆さん集まってくれました。皆さんで一緒にお祝いしましょう。グラスを掲げてください。グラスを上げてください。この2人に最高の乾杯届けましょう。いきましょう、乾杯。お座りください。あかんて。ありがとうございます。いいよ。あかんて。ね、めいっ子とかごめんね。めいっ子とかちょっとごめんね。ごめんね。あかんこと言ったよ。さあ、粗品さん。あ、それでは、俺も。相方で争われる、粗品さんに乾杯の挨拶を頂戴したいと思います。そうですね。皆様、僕の相方の聖夜のためにこんなに人が集まっていただいてありがとうございます。本当に自分のことのように嬉しいし、相方が結婚、そして出産を、減るということが、すごく自分の人生の中でも大きなターニングポイントになりました。ね、今日皆さん楽しみましょう。まあ、そうですね。ただまあ、聖夜さんはね、ちょっとまあね、いろいろなことがありましたので、まあね、皆さんもね、今日ちょっとリモートで参加されてる方もね、ざわ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 いるかと思います。ざわ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 、ズームでね、あ、ざわざわざわ、ちょっと皆さんはね、オンラインでやってる方も、新婦がおりまして、今日はね、新婦もハンモックに乗ってね参加しているんですけども、そして、なんといってもやりすぎ、ケンコバさんがですね、おいおいおい、ラジオで言ってました、この間、俺はせいやのとんでもない世に出てないスキャンダルを掴んでいるぞと。あれなんや、あれわけわからんネットニュースになってたぞ。あれなんや、あれは、あれなんや、あれについてもちょっと今からお話ししたいと思います。身に覚えない、身に覚えがない、うん、適当に言ってはるだけや、あの人。とかですね、乾杯乾杯。はい、お座りください。白いおばん、はい、黒いおばん、お帰りください。え、はい、お帰りください。粗品さんのダメなとこ出てます。結婚式絶対出ない。はい、ブラック、ジョークがブラックすぎてダメなブラックですか。そのハンモックとか、ハンモックダメ、はい、ちっちゃい子供とかもいるんでね、結婚式って、はい、すいません。ということで、該当者なし。またやん、こんな、いや、西さんかわいそう。佐川とかはええわい、西の本気かわいそう。西さんと白滝さん、白滝さんめっちゃええことです。いや、めちゃくちゃ感動しました。もうただ本当にもうちょっと乾杯の挨拶とかはちょ別の方がやることになると思います。もうやらされたよ。もうちょっとすいません、よっしゃ。皆さん、高評価、そしてチャンネル登録お願いします。